都内某リング、ある人物がプロレスの練習をしていた。伊藤隆則、27歳。新しく立ち上げられた格闘技団体グレイトの看板選手だ。我々は初めてグレイトのプロレスラーの裏側を撮ることができた。今回はそんな超人主義伊藤隆則に密着しようと思う。伊藤隆則はザ・パワー型のレスラーだ。恵まれた体格に加え高い柔軟性も持っている。得意技は幼い頃から約13年やっていた空手仕込みの力強い蹴り、そして体の柔らかさとパワーを生かしたジャーマンスープレックス、バックドロップなどである。同じ団体の選手でもあり指導する立場でもあるカズ・林選手、そして田村清エグゼクティブディレクターの伊藤隆則について聞いてみた。ポテンシャルも高かった。それ学校に入った時からそれがあった、そこは覚えてですね、やっぱりスターの存在にやっぱ原石だと思ったんですね。プロレス界一強い人間になってもらいたいっていうのが、本心ですよ。彼に望んだそこかな。そうですね。その時は、プロレスラーを続けてましたね。でもすぐっていうか、1ヶ月ぐらい声かけていただいたんで、迷うことはなかったですね。じゃあ即断というか。そうですね。話の内容もすごい自分に合ってるなと思ったんで即決させてもらいました。今若い世代で UWF とプロレス両方できるっていう選手は全然いないと思うんで、その2つを極めて、できる、すごいやっぱいないと思うんですよ、今この若い世代で2つできる選手っていうのは。その2つを両方極めて、すごいそこの部分で抜けるレスラーになりたいですね。いや、もう全部です。もう今やってる練習も全部です。全てが足りないと思ってるので、全ての面で努力して極めていきたいと思います。空手かな、だから打撃はやってたみたいで、そこはその うまいっていう意味で、テクニックあるなっていうところでは、ああやるんだなっていう感じの印象は、受けました。プロレスリングで、プロレスをしたりとか、二刀流、今でいう二刀流なんですかね。そういう選手にはなってもらいたいなとは思うんですけど、これは僕の願望であって、やっぱりそれは伊藤が、自分で作り上げるもんですし、僕がこういうふうな理想だよって言っても、逆に反発するぐらい自分の理想を作り上げてもらいたいなというふうに思います。今は多分僕っていうか、このグレイトの組織にいるので、まだ若いというか、キャリア的にも若いですし、はいと言わざるを得ないと思うんですけど、どっかでそういう自分の武器がこうどんどん増えていくと同時に、自分のそういう理想のスタイルというのは出てくると思うので、それは本人が、自分自身で決めてもらって、僕、そのグレイトのスタッフなり僕なりが言うよりは、
自分で築き上げてもらいたいなというふうに思います。看板選手ともあり、多くの期待を背負う実力を持つ伊藤はやはりストイックだった。え、それだけですか？こっちの方がいいんだ。白身と、はい、白身と胸肉。その一つとして食事が挙げられる。林さんにアドバイスいただいて、管理というか、まあ送ってたんですよ。その今日何食べましたとか、最初の何ヶ月間か、はい、もう今はもう自分でできるっていうの分かってもらえてるんで、なくなりましたけど。やってるんですか、あのトレーニング？だいたい6ぐらいです、僕は。ほぼ毎日やるんですけど、1日休むかなぐらいですかね。でも休んでも、なんていうんですか、その違うことしますけど、違うことするけどって感じですね。今後の目標みたいなって。目標はね、まあ自分の中では4つあるんですよ、はい、でも言えるのは1個だけ、あとの3つはまだ誰にも言わない、その自分の中で秘めて頑張る、うん、その1個って何ですか？1つは次のグレートの旗揚げがあるでしょ、はい、このメインで試合したいですね。メインに試合するために日々頑張って努力して試合で結果残してアピールしてメインで試合できるように、それが今一番近い目標です。あとの3つはまだ10歳から21かなまでやってます。11年ぐらいやってましたね。若いっすね。いや、もうそれしかしてなかったですよ。もう小学校高学年から中学校高校で大学の3回まで、もう全ての青春を捨てて空手やってました。全日本大会も3回か3回優勝したし、まあ、いろいろ種類あるんですけど3回優勝して世界大会に出ましたね。だから、うん、空手は良かったなと思います。モテないですよ。それ人それぞれじゃないですか。本当にモテたいですね。歩くだけでもう全員が振り向くぐらいのモテたいですね。なりますよ。その目標に入れますか。5個目の入れましょうか。好評の目標2つ目、歩いたらみんなが振り向くぐらいモテる。頑張ります。幼い頃からストイックに自分と向き合ってきた伊藤貴則。伊藤が今まで育ててきた空手とプロレスの目を、このプロレスと UWF2 つの面を持つグレイトのリングで花咲かせようとしているのだ。この後どっか行くんですか？今日もジムです。いつもと一緒。よいしょ。じゃあありがとうございます。数日後、この日も伊藤はグレイトの仲間たちとジムにいた。まだいけます。
やめてください。それは何書いてるんですか。ウェイトの記録です。ああそういうのを記録するんですね。記録して、はい、毎週更新していくんです。前の自分を超えるみたいな。なぜそこまでパワーにこだわるのか聞いてみた。パワーないとレスラーじゃないですよ。パッと周りから見て力のないやつはそのなんていうんですか、僕の中のレスラーはやっぱ強いなんで、まあ、パワーも必要です。力がなければレスラーではない。伊藤が収録でトレーニングを行い、ここまでストイックな理由が、この一言に詰まっていた。年齢もちょっと離れてるんで、ちょっとお兄ちゃん的存在じゃないですけど、まあ、優しいなっていうのはよく思います。やっぱリング上だと、やっぱこの殺伐とした感じ、が出てると思うんですけど、リング外ではやっぱ優しい一面が多いですね。リング上ではいつもライバル同士だが、リングを降りるとみんなを引っ張っている伊藤の姿があった。プロレス総合学院同期の高文選手に話を聞いた。でっかいのいたんですよ。で、うわこいつでかいなと思ったのが彼の第一印象だったんですよね。で、まあ、練習とかやっていく中でやっぱり彼のジャーマンスープレックスとか見ていただければ分かると思うんですけど、体がすごい柔軟 でその上動けるで筋力もあるし、で見ての通り体も大きいし、もうその時点でもうまあ、レッスル1の先輩方はもう目をつけてましたね、うん、彼が先にデビューしたんですよね。しかも学院在学中に半年ぐらい先ですよね。そうですね、全然先に彼の方がデビューしましたね。もうだからそこ、その時にはジェラシーがありましたよね。その時はライバル心みたいなのがあったのかもしれないです。羨ましさとかよりもジェラシーが、ジェラシーですね。ゼロワンの高文じゃなくて個人ですね、プロレスラー、人間としての高文に対してプロレスラー伊藤貴則打ちのめしたいっていう言い方すると、まあこの世界じゃありきたりなんですけど、存在消したいぐらいですよね。相手の存在、相手の全てを消して消し去って最後に自分が生き残る、じゃなきゃプロレスじゃないし格闘技じゃないかなと思ってる。あいつが俺のことを消したいっていうのは全然構えへんし、来たら叩き潰すだけやし、うん、でも自分は全然そんなとこ相手にしてないというか、うん、もっともっと上見てるんで、来るなら叩き潰すよって言っといてください、うん、全然いつでも相手してやるって、うん、ただ俺はお前には興味ないよって。1月某日、伊藤貴則はいつもと雰囲気が違った。グレイトで行われている実験マッチがあるからだ。この日グレイト契約選手のうち4人で行われるトーナメント制の試合が組まれていた。伊藤も出場選手のうちの一人だ。今年7月1日に控えたグレイトの旗揚げ戦。その旗揚げ戦でメインイベントを飾りたい伊藤にとっては、
今回の実験マッチでの成果は、ただでさえ試合数が少ないこの状況下では大きなアピールポイントだ。普段は共に切磋琢磨しているグレイトの仲間たちも、トーナメント制でのシングルマッチでは皆ライバルだ。自分の試合以外の時間も相手を研究し、次に備える。団体の顔になりたいという気持ちがここでも見て取れる。伊藤選手はあれですよね、やっぱ打撃系出身、やっぱ空手出身なんで、やっぱ迫力ありますね。掌底も蹴りも膝も使い分けできるし、まあ、威力ありますよ。あの体で結構速いし、やっぱり威力があるんで、もっともっと打撃を磨いてやっても、寝技ももちろんできるんですけど、やっぱり寝技よりやっぱ打撃系のタイプ、あと投げ、ね、パワーがあって、パワーとスピードあるし、もっともっと技を精密にやっていったら、もっとすごい選手になると思うし、面白いですね。迫力がある。やっぱ打撃が。あとは、プラスそこで関節締めがもっと増していったら、もっとコンプリートになると思うんですけど、素材としては僕、迫力あるし、強いし、すごいいいと思います。あとはやっぱり、そうですね、寝技、もっともっと覚えれば、本当コンプリートしたら、もう無敵というか、ね、かなり強い選手、今でも強いんですけど、もっともっと強い選手になっていくと思うんで、本当に頑張ってほしいです、はい、やってて楽しいです、やっぱりすごいなっていうのが、威力が、はい、その通り、その通りっていうか、自分で言うのはあれやけど、課題は絶対グラウンド、打撃は今までやっぱ培ってきたものがあるから、打撃も磨いて、そして寝技をもっともっと磨いて、完璧に強い、最強のレスラーになろうと。いやもうグレートの伊藤を見に来たいってお客さんが思うようなレスラーになりたいですね、うん、僕がグレートを引っ張ってお客さんは僕の試合を見に来る、うん、そういうレスラーになりたいと思います。それでグレートがより大きく盛り上がったらいいなって思いますね。自分を中心に、それが僕の思ってることです、うん、相馬とか私が言ったユーモア、そういう気持ちあるやろうけど、一番その気持ち強いのは僕なんで、このまま突っ走っていきたいと思います。はい、グレートの伊藤よろしくお願いします。ありがとうございました。幼い頃から格闘技と向き合い、今ではグレイトの看板を背負う選手、伊藤隆則。華やかな表舞台に立つために惜しみない努力をする伊藤の姿を心の底から応援したいと、そう思う。